ど、まずは説明しておこう。夢をしないと王に触れるニートレスバレーホームレスバイヤー悪の洞窟大日本帝国首都圏東京でもまで奏でる詩人層、心の便利を目指し共に笑い共に泣き汗をかきストレスを倒すリアルな叫びの代弁者なのだ。泣いてる人を見つけてもおせっかい扱いされるだけ、それでも笑顔見たいから、今日も明日も奏でる愛習慣。幼い頃憧れたヒーローにはなれないし悪魔にもなれない、けれど歌う伝わる日が来るまで、でも飛ばし繋がるミラクルミュージック。オールロックなのにも始まる、こっちの趣味はありえない。ミッキーなのにもチーム受けなんとよろしくね。悲しい歌の中に実は黒なキャラ設定少年病んでる君に届いてるかな、どうか諦めないでいて、心の傷を癒すため、朝も夜も深夜も響かせる。辛い時悲しい時くそよんでね、心照らす便利や真実をリズムに乗り全力体当たり、いつまでもそばにいるから。幼い頃憧れたヒーローにはなれないし悪魔にもなれない、けれど歌う伝わる日が来るまで、全部飛ばし繋がるミラクルミュージック思春層。果たして電波は届くのか。さあ行け東京カルテット、次の曲が始まるぞ。